草津南駅は、広島県広島市西区草津南3丁目にある、広島電鉄宮島線の駅である。駅番号は M24。1945年米軍作成の広島市地図。左端に、新手ステーションとあるのが確認できる。当駅は1924年4月に新手駅として開業した。宮島線が草津町駅から廿日市町駅まで延伸開通した際に設けられた4つの中間駅のうちの1つである。駅名はその後1951年に中央魚市場前駅、後に中央市場前駅と改称を重ね、1979年から草津南駅と称するようになった。二面二線の地上駅。線路の南に広電宮、島口駅方面へ向かう、下りホーム、北に広電西広島駅方面へ向かう、上りホームが置かれ、両ホームの上を草津沼田道路がまたいでいる。駅の広電西広島方には踏切がある。以下の情報は広島市統計所に基づいたデータである。1日平均乗車人員データは、年度ごとの乗車総数を365で割った値を小数点2を丸めて小数点1の値にしたものである。広島電鉄のデータは1000で丸めて提供されているので、1年ごとではプラスマイナス500の誤差があり、1日あたりでは 1.4 人程度の誤差が発生する。北側は鈴ヶ峰の山麓に鈴ヶ峰住宅などの住宅地が広がっている。南側は、もともとすぐそばが海岸線であり、草津漁港があったが、1970年代以降、広島市西部開発事業により埋め立てられた。住宅地や多数の企業が集まる商工センターとなっている。ありがとうございます。